Men love it when you become passionate about what he's passionate about.、Mm. Huh?We open our mouth a little, stick the tip of our tongue between our top and bottom teeth. What a child! Stomach ache! So I have to go to the restroom. Hi there! どうだよ、始まりました。モテチャンネルです。こんにちは。今回はですね、Hello. スペシャルゲスト、誰がこの並びを予想したか。さあ、ノーバディ。鈴木貫太郎さんとニック。はい。Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. How are you? Good. How about you? I'm fine. Great. I'm always fine. Always fine. Me too. Every day fine. そうそう。Every second fine. Me too. Me too. そんなですね、お二人なんですけど、まあ今ね、貫太郎さんがね、トイック900点目指してるってことで、おー、すごい、ね、Really? Really? 聞いたことなかったですか、oh, First year First year、ね、初耳とかわかる、わかる、初耳、First year First year First year 初耳、いいね、いいね、コレクティングしね、コレクトじゃねえそんな貫太郎さんなんですが、今日はちょっとね、スピーキングもちょっとやんなきゃっていうことでね、My pronunciation is very good っていつも言ってますよね、でも上手くない So I don't have to practiceそうだってね、いつも練習必要ないって言うんだけど、wow. コメント欄でボロカスに叩かれると。すいません。じゃあ、本当のとこどうなんだと。鈴木貫太郎、発音、本当はどうなんだって。もういいに決まってんじゃん。お言ったね。パーフェクト。っていうことで。パーフェクト。はいはいはい。パーフェクト。No, no, no. Perfect. Perfect. Good. Okay. パーフェクト。いきなり直されたよ。飛沫飛沫。飛沫じゃない。そんな貫太郎さんにはですね、あるアプリを使っていただきましてね。消えちゃった。ちゃんとやれよ、ちゃんと。段取り悪いな。How to say English 段取り。段取り段取り。段取り。もう忘れた。忘れた。日本語がわかるけど、英語忘れた。段取り、段取り。段取りね。段取りね。チキンみたいになってる。あれやね、こう柔道の試合を練習でやるやつやの。え、それは段取りね。知らない。知らないか。え、何、洗濯するやつ。そう、段取りね。何やってんの、面白いな。おー、トリオ。いいね、いいね。アレンジメントじゃない段取り。あ、アレンジメント。イージーイングリッシュ。イージーイングリッシュ。余裕のよっちゃん。余裕のよっちゃんか。スピーキングに革命。スピークナウっていうですね、アピール。スピーキングレボリューションですね。あ、そうそうそう。レボリューション。レボリューション。レボリューション。ルなんですよね。リュって音ないんですよ。日本語だとね、リューションって言うんだけど。進まねえ。Speak now っていうのはですね、貫太郎さんは今までマンツーマンでネイティブと喋ったりとか、うん、緊張してできねえよっていうね、はい、で、これはですね、パッセージというか字が書かれてて、それを読み上げて提出するんですよ、うん、なるほど。で、提出してネイティブがチェックしてくれるっていうんですよ。あ、じゃあ We don't have toコミュニケーター、そうそう、フォーリーナね、そうそう、フォーリーナ、まあいいよ、はい、いいよ、フォーリーナ、実際にこうキャッチボールはしなくていい、うん、そのキャッチボール緊張しまくっちゃうとかいう人結構恥ずかしくならないって、でも AI とかにチェックするルールじゃ物足りないと、うん、そうじゃなくて実際のネイティブがちゃんとチェックしてくれるっていう、うん、そういうアプリです、はい、ネイティブに貫太郎さんの英語をチェックしてもらおうじゃないの、はい、って言わず、で、あとね、自分が見てもらいたい教材とかってもあるじゃないですか、ここに載ってる、ね、アプリ内に載ってるやつだけじゃなくて、それも選べると。あとはトイックスピーキングとかトフルスピーキングでもそうですけど、質問が出てきてそれに答えるっていうね、質問に答えるっていうのもできるので、はい、だから貫太郎さんに挑戦してもらおうと、うん、こういう形で今テクストがあるんで、あ、結構あるね、テクスト選べるんで、うんうん、ビッコインだ、はい、こういう感じでいろいろあるんで、ビットコインね、ビットコインね、はい、うん、それでまあレベルもこういうふうにいろいろあるんで、うん、星が多い方が難しい、ね、難しいってことですね。 Netflix とかもあるし、いっぱいあるね。 Apple Report とか US Economy、 デイティングとかありますよ。あ、デイティング、デイティング面白そう。デイティング面白そうだね。そうだよ、読めばいいので、これ録音して、これね、録音ね、アクセス OK、はい、これで読めばいいね、はい、Men love it when you become passionate about what he's passionate about、うん、はぁ、One more time. One more time いいのかな。Men love it when you become passionate about what he's passionate about. これでセンドすればいいんですね。センド。起きたの？そう。意味がわかります。意味わかってます。え？男が愛すんだよ。あなたを。become 情熱的。何二人に責められてるの？何俺質問されてる？いやいやいや、これ多分普通の受験生とかもわかんないっすわ。
なんでその攻められた違う、もう数学の時も逆転もうこんなのも分かんねえのかっつ俺言ってないよ、俺言ってないよ。ちょっと He's passionate about とか難しいから、まあ Likes とかね、Loves とかに変えれば男が好きなことを、うん、その女性もその同じことを好きになると、うん、その男はそれを大好き。そうそうそう、だからハンちゃんが、ハンちゃんが数学好きだっていうのを、うん、女性もうわ数学面白いって言ったら、うん、どう思う、喜ぶ、うん、そういうことです、うん、まあそんなこと言ってんだろうと分かって嘘つけこれ日本も聞けるし Men love it when you become passionate about what he's passionate about めちゃめちゃパッショネットな喋り方 Men love it when you become passionate about what he's passionate about 自分のも聞きますね、こう比べられるんですよだから、うん、Men love it when you become passionate about what he's passionate about は自分を突っ込んだでも結構上手くない？いいと思います。全然大丈夫です。Of course! Of course! でも、ネイティブの僕は全部聞き取れた。カンタロウさんの結果やってまいりましたんで、うん、おすごい S が来てる S とか、まあ、いいあ S だもん、まあ、ニック喋ってからニック喋ってから S 来てる、ね、S はニック But I thought there would be more S's もっと S があると思ってたのにカンタロウさん最初やったのはデイティングで、okay、どうせ B ついてるやつでしょ B の B Carry いきなり Carry 思ったHey there! Thanks so much for submitting this recording. You did a great job. Overall, your pronunciation was really nice. Nice. So my advice is for the L in love. It sounded a little bit like R. Oh. So for L, we open our mouth a little, stick the tip of our tongue between our top and bottom teeth, and make a voice.Love. In the word passionate, make sure you pronounce those two S's like SH. Passionate. Men love it when you become passionate about what he's passionate about. I hope these tips are helpful. You did a great job. Thanks so much. すごい。こんなに喋ってくれたね。すごい。パーフェクトって言ったね。いや言ってないわ。そうそうそう、 L ってやっぱネイティブスピーカーに言って、そうだね、難しいよね。噛んで言ってみっていうね。ラブ。OK。はい。I'll try. I learned many great lessons from my father, not the least of which was that you can fail at what you don't want, so you might as well take a chance on doing what you love. Oh, good pronunciation. Oh, ありがとうございます。後で授業料をちゃんと払います。はい。ニックの S 聞いてみようか。ニックってなんでわかんねえ。 Wow, this was a wonderful job. You must be a native speaker, or you have put in tremendous amount of hard work and hours in your life. Yeah, you like to make it 100% like the example. You could stress more on the phrase, you might as well take a chance of doing what you love. Try that and see how it works. でも。Thank you so much for sending it in to speak now. でもダメ出しはあったね。ダメ出しあった。設問があって、その設問に答える。ああ、いいね。意見の練習もできるし。そう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 。You are on break during a meeting at another location. It is your first time there, and you'd like to use their washroom. What do you ask? はい。うん。これは多分簡単じゃない？フェイザトイレット。うん、いいんじゃない？あんま面白くないけど、それで答え。で、はい、なるべく長く。大喜利みたいになってる。漏れちゃうから。漏れちゃう。ああ。Stomachache. So I have to go restroom. Where is the toilet? Hurry up. Hurry up. Please lead me to the restroom. 最高。あ、よかったね。いいね、いいね。笑うと思いますけどね、チェックする人。それで、あの、大喜利のハードルがすごい高くなったから、多分何をやっても面白くないかもしれない。ストバックエイク、ストバックエイク、これじゃまずい。でも教えてくれるでしょ、絶対。絶対教えてくれる。でも、もしかしたら、ワッシュルームっていう言葉もね、レストルームって言葉も、トイレって言葉も全部できちゃうから。カナダだとね、ワッシュルームっていう。あ、本当に。でも多分国際的にトイレットっていう言葉は誰でもしてるんですかね、うん、アメリカだと便器になっちゃう、ね、マニーだってマニー簡単にお金のことしか考えてないからそうなのいつも女性のことしか考えてない Imagine you are at a restaurant about to pay for the meal you've just had. You've noticed that your bill says you had two bottles of wine but you only had one. What would you say? Please you
Excuse me, I just looked at the bill and it said that I have two bottles of wine. But I actually only had one, so could you fix this bill for me, please? Good! ありがとう Good, good, good. 授業料。え、だって、え、漏れちゃうから。え、待って。あ、漏れちゃうから。これね。ちょっと、もう一回行く。ストップ、ダメ、ゲイ。Hi there! Well, it seems like you are in a, some sort of a pickle when it comes to needing to ask for the bathroom, so let me help you. So, I did hear you say that you needed to go, but you did actually have a grammar issue when you were supposed to say, I have to go to the restroom. So try that, and then also too, you could also make sure after you go to tell that person that you are doing okay now. Thank you so much for sending in to speak now. I hope to hear from you again soon. 笑う、めちゃくちゃ笑ってる。最高。笑いこらえながら喋ってるよ。いいね、いいね。いや、これ良かったんじゃない？願いかな？トラブルはなんだっけ？ Imagine you are at a restaurant about to...あ、エスカこれ。Hey there! Wow! I'm really blown away by your answer to this question. Your pronunciation was perfect and your grammar was perfect too. I must say, you are the most fluent Japanese speaker of English I've ever heard in my life. Great job! 笑いながら言ってんじゃねえよ。The only thing I would say is another useful phrase, instead of saying, could you fix it?You could say, would you mind fixing it for me? ああ、丁寧は足りなかった。丁寧。So would you mind is a little bit more polite in this kind of situation. But other than that, this was absolutely perfect. I think you've reached the highest level you can attain. Maybe you can stop studying English now. もう勉強しなくていいよって。でも、これのいいことは、これでもいいよっていう提案もあるから、ね、それはすごくいいと思います。Would you mind? 発音だけじゃなくて、いろんなところも持ってくれるんだね。そうですね。概要欄にですね、50% オフになる、初回限定 50% オフリンク、try.yaguraincorporated.com/speaknow_moritetu_english ですね。リンク貼ってありますので、よろしくお願いします。からやってもらえればいけますので、ぜひ試してみてください。はい。ということで、今回は発音がすごい上手いと言われるカンタロさんは、キョンビまあ面白いこと言えばね、笑われ面白いこと言えばちょっとリアクション本当の人間だからね、うん、リアクションそうだね、 AI とは違ってリアクションがやってくるというねやつでした。ぜひ試してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. バイバイ。